県教育委員会を訪れた市民団体のメンバーは担当職員に要請書を提出しました。不当な支配に当たるような、強制が行われるのではないかという恐れを抱いているところです。そういう要請書では安倍元総理の国葬で県教委が公立学校に黙祷や弔旗の掲揚により弔意の表明を強制しないこと、生徒に国葬を考えさせる指導をしないことなどを求めています。各公立学校に対してですね、県教育委員会としてどのように対応するかというのを今関係課が検討していると。で、近々何らかの判断も出る。市民団体は県内すべての市と町の教育委員会にも要請書を提出しています。